かこの俺だ。あこれを見ろ。俺は今までに19人殺したが、20人目に出会えて嬉しいぜ。おだ、この俺様におじけついただろう。方法を決めてくれ。それに従おう。その痩せ我慢もどこまで続くか。今度は連続殺人犯か。俺は命のやり取りじゃなきゃ満足できねえ。それならば俺も相手が負けを認めるか死ぬかするまで戦うデスマッチを提案する。ビビったろ。わかった、それでいい。え？言い忘れたことがある。武器を持つことは禁止する。わかった。この野郎、やっぱり武器を隠してやがったか。危ねえ危ねえ。おいおい、大丈夫かよクラピカ。あれは相当ヤバそうな相手だぜ。見せてやる、俺の切り札。もう一つの切り札、うん、極悪非道と悪名高い盗賊団幻影旅団メンバーの証だ。体内に鋼鉄を仕込み岩をも砕くこの腕の威力と旅団の証。俺様は旅団四天王の一人マジタニ。いや俺様もそんなに。ん？よ、あれ？うわっ！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 忠告しよう。旅団の名を語らぬことだ。さもないと。私がお前を殺す。クラピカ。まあ、当然ちゃ当然だよな。大丈夫か、クラピカ。ああ、私に怪我はない。飼っていたんだがな。一目見て大した使い手ではないことくらい。いや、あの雲を見た途端、目の前が真っ赤になって。まあ、無理もねえな。しかしそれはまだ私の中で怒りが失われていないという意味では。私に考えがあるわ。よし、最後はこの俺で決めるぜ。クラピカがマジタニを倒し